どうもー、レオでーす。はい。今日は、これね、電気圧力鍋というのがね、ありまして、はい。これなんですけれど、これがなんだっけ、シロカの電気圧力鍋、おうちシェフプロっていう、僕が持ってるやつはそれなんですけれど、これでね、いろいろ、作れるんですよ。こうやってもともとこういうレシピブックが入ってて、メニューの中にね、あった、はい、イカ飯っていうのがありまして、でこうやって作るねイカ飯がすごく美味しいので、実際にね動画でもちょっと作ってみようかなと思います。はい。もうちょっとね、だし汁が必要なんですけれど、顆粒だしで作るときにすぐ作れるようにメモってあります。今回はイカ飯を、作っているところを皆さんに見ていただきたいと思います。イカをさばきます。結構ねイカさばくのってね、見た目注意かもしれないので、苦手な方は見ないでください。ちょっと待って、冷ます手洗い、ちなみにですね、僕はこのスルメイカというものを扱うのは初めてです。今まではヤリイカかな、使ってたので、ちっちゃいんだよねヤリイカって。で今回はヤリイカと同じ値段でこの大きいスルメイカが売ってたので、ちょっとこっちでやってみようかなというふうに思ってます。よいしょ、いけるかな。いけるか俺、頑張れ。まず背骨。背骨どこ？ん？これか？背骨の前にまずこっち取っちゃった方がいいか。よいしょ。さあ、抜けるか？綺麗に抜けてくれ。ここが肝心なんだ。ブチっていっちゃうパターンもあるんだよね。先にやっぱりこの背骨をどうにかした方がいいのかな。これか、背骨。お、あったちょっと抜けて、よし、いった。背骨でしょ、こっからから加減が分かんないんだよね、いつもこれ。いけるか、なんかいけそうな兆し。なんか引っかかってるな。よいしょ、いけたか。あ、いけたかも。よし、取れました。あ、ほぼ綺麗に取れたね。きびなごが入ってる。で、これを、ちょっと洗います。いやー、ちょっと切れたな、やっぱな。難しいな、やっぱこれ、抜くの。よいしょ。うん、こっちは OK。 さあ、そしたらこっからここを切ると。よいしょ。で、ここは残念ながら食べれません。よいしょ。で、
このくちばしを取って、やっぱくちばしもでかいな。で、これもちょっと吸盤、あ、すごい吸盤硬いんだな。これは吸盤残ってると食べづらそうだな。なんかこうやってね、洗ってるとその硬い吸盤がポロポロ取れていくので、これでいいのか。その僕もその背骨を取ってその綿を取るっていう下処理しか知らなくて、この吸盤どうするのかってちゃんと調べたことないんだよね。ヤリイカの時はこの吸盤もね、そんなにこう気にならなくて、まあ、一応ちゃんと洗ってるけど、こんなに固めの吸盤がたくさんついてないから結構切りないね、これね。やればやるほど取れてくる。よし、じゃあ次行きます。来た、はい、受けました。背骨、そして、あー、ちぎれるかも。あー、ちぎれる。あー、ちぎれた。あー、あ、でもこれだけだ。よし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 。よし。あら。しろ。で、くちばしを、よし。見た目どうなんだろうな。見た目の印象は、でもイカ食ったことない人っていないよね。食べたことある人の方が多いと思うんだけど、僕もイカ飯作るので初めてイカさばいて、これを、なんだろう、本当のさ、なんかイカさばいてる、なんだ、業者さんとかっていうのは、多分これを高速でやるわけでしょ。すごいよね。もう30秒ぐらいでやるのかな。よいしょ、オッケー。一回これ洗おう。そしたら、今度はもち米の準備します。よいしょ、もち米。いいか、こっちね。これ圧力調理鍋用のお釜なんですけれど、ちょっとこれでボール使っちゃってるから、50g、でももうちょい入ると思うんだよね、これ大きいから。あ、70でいい。一回ちょっとやってみよう。洗います。
あ、ちょっとこぼれた。さあ、そしたらちょっと拭こうか。作っていくんだけれど、この中に、もち米とこのゲソの部分を、これは刻んで入れていきたいと思います。よいしょ。結構多いな、やっぱな。よいしょ、大きい、ここ。よいしょ、よいしょ。あんまりね、もち米をパンパンに入れてやってしまうと破裂するんですよね、あの出来上がりの時に、あのイカが。なのでありすぎない程度に。ちょっと、どうしようか。まずご飯を、これね、手でやるかスプーンでやるかいつも迷うんだよな。結局手を使うことになるんだけれど、ちょっと入れて、ゲソ入れて、押し込むようにご飯入れて、よいしょ。あー、そうだそうだ、また爪楊枝買ってくるの忘れた俺。爪楊枝うちにないんですよ、使わないから。よいしょ。あ、でもちょっといっぱいになってきた。こんなもんか。最後ちょっとゲソこれ全部入れちゃって、結構パンパンになりました。滑る。はい、こんな感じです。で、これを封したいんだけど、ちょっと爪楊枝がないので、割り箸に入ってるこの爪楊枝をこれ使いたいと思います。刺さんない。お、硬いね、やっぱ。よいしょ。はい、 OK です。見えてない。 OK です。こんな感じでできました。とこの要領でもう一個作っていきたいと思います。もち米もうちょいいけるけど、どうしようか。入れるか。あとスプーン1杯分ぐらい。こんなもんだな。したら、
手順を間違えて先にスマイル出しておけばよかった。あれ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 、よいしょ。よいしょ、オッケー。2個目もできました、はい、さあ、そうしましたら、よいしょ、次に、調味料を入れていきたいと思います。だし汁220、お水220入れて、顆粒だしが、お水200に対して小さじ2分の1なので、小さじ2分の1よりちょい多め、まあ、こんなもんかな。まあこれは適当で、うん、ちょっと多くてもいいでしょう。次に醤油と、醤油が大さじ2と2分の1 1 2と2分の1、そして酒大さじ2。酒大さじ2、そしてみりん大さじ1。みりん、やばい、みりんがもう少ない。みりん大さじ1、そして砂糖、砂糖が大さじ1。砂糖がね、これなんか実家から送られてきたやつなんですけどね、なんか袋に入ってるグラニュー糖みたいなやつで、ちょっと今これしかないんでね、これを使いますね。はい、 OK。 そしたら、生姜ちょっと入れて、よいしょ。生姜いつまでだ。あ、もう生姜いい。これは捨てましょう。はい、しましたらイカを入れていきます。よいしょ。ちょっとね、気持ちで上からかけてあげて、ちょっと片付けますね。はい、こんな感じです。たらこれを、入れていくんですけれども、もうこれでちょっと福岡でした。よいしょ、 OK。 で、あとはもう蓋を閉めて、オートモードで、米モードの、番号が5番で、これね、なんか時短モードとかできるんですよ。時短モードにすると、なんか10分くらい時間が短くなるまあ一応時短モードにして、スタートします。はい、あともうこれで待つだけで、
いかめしができることでしょう。というわけで、しばらく待ちます。まあこういう間に、こういう時間の間に洗い物やっちゃったりとか、他の作業したりとかできるのでいいですよね。はい。僕はサラダでも作るか。作るってことでもないんだけど、シーチキンもうめんどくさいから全部食べよう。これ多いけどいつもこうなっちゃうんだよな。いや半分ぐらいが本当はちょうどいいんだけどね。その半分をさ冷蔵庫で保存しとくっていうかさ、入れとく用のなんかいいのないんだよねそうタッパーがね、もうちょいちっちゃいタッパーうちにあればいいんだけど、買えばいいのか。そうだな、買えばいいんだな。というわけでサラダもできたので、これ、ね、実際39分って書いてあるんですけれど、圧力が抜ける時間もプラスされるんですね。これに39分プラス圧力が抜ける時間がかかるので、実際はね多分これで45分ぐらいだと思います。はい。なので、9時になります。はい。じゃあまあ待ちます。はい、ちょっと時間が経ちすぎちゃったんですけど、もう出来上がってるので開けてみたいと思います。あーははははなるほどなるほど、やっぱり詰めすぎたかな。よいしょ、見えますか。はい。上のやつがちょっとあれだね、パッカーいっちゃってんですけど、あでもねこの下の方はね大丈夫そう。ちょっと出してみましょう。よいしょ、手でいけるかな。いけるかな。あー無理ー。ちょっとこれで、よし。あ、頭のところ取れちゃった。よいしょ。もう一個のやつも、あーだいぶご飯が漏れてる。よいしょ。まあいいか。どうでしょうこんな感じに出来上がりました。ちょっと味見してみましょうか。どんな感じかと。よいしょ。ちょっとこれ、うん、あでもねやっぱりスルメイカだからかね、ちょっと固めな気がする。ヤリイカの時はね結構柔らかい。あでも柔らかい柔らかい。あ、いい感じいい感じいい感じ。おおすごいすごいすごい。あ、なんかなんだなんだこれ、チーズみたいに。はい、
ちょっとタレもつけつつ、いただきます。うんうん、やっぱりあの身がしっかりしている分噛み応えがあるというか、硬いっていう意味じゃなくて、イカ飯食べてるっていう感じの歯応え伝わるかな。うん、お、いいね美味しい。これはね、一つペロリだね。あー、でもあれだな、ちょっとね、ご飯火通ってないとこあるかも。もち米が白い。これはあれかな、やっぱり大きすぎるだからかな。なんでだろう。うん、ここのちょっと白いところ、こういうところがね、ちゃんと炊けてないところですね。これはね、前にやってた時はこういうことなかったから、もしかしたらやっぱりご飯の量が多いから、それで火が通りにくかったのかもしれない。うん、でもまあ別に食べれない硬さではない。うん、なんかちょっと白くて、ちょっぴり固めだけど食べれなくはない、このまま。うん、まあとりあえずまあこんな感じに出来上がりました。はい、まあ、今回は、まあ、イカをさばくっていうのと、あと電子圧力鍋ってどんな感じやのっていう、そういう紹介だったんですけれど、とにかくね、まあ、イカ飯はちょっとイカさばいたりするのが大変なところはあるんですけれど、まあ慣れちゃえば別に大変でも何でもないんだけど、ちょっと手間っていうのはあるんだけど、こういうさ、なんかスープ系とかがあって、野菜スープ系、ポトフとか玉ねぎ丸ごとスープとかっていうのが、とにかくね、これ系、その野菜スープ系がね、とにかく楽なんですよ、これ作るのが。調味料もコンソメ、ほぼコンソメオンリー、コンソメと、あとね、結構ローリエ使うものが多いんで、でも一回買っちゃえば、まあこういう葉っぱなんですけど、まあ、いっぱい入ってるんで、人参、これは人参と玉ねぎと、あとベーコンか、お腹鳴ってる本当にね、適当、安い、そのスーパーで売ってる安売りしてる野菜をもう適当に買ってきて、切るのも ほとんど適当あ、大きいままで全然いい。もう人参なんかもう8分割ぐらい8分割ぐらいにしてもボンって入れちゃって、でじゃがいもももう四つ切り一本ポンって切っても入れちゃって、で玉ねぎも四つ切りもうポンポンって切って、もうでもう大きいままでいいんですよ、もう。で入れちゃって出来上がったら、玉ねぎなんかもう煮崩れしてるし、もうなんかトロトロになってるし、でもじゃがいもはね、しっかり形は残ってるんですけど、でも人参もすごく柔らかくなってるんで、大きめに切っても箸で全然できるんで、一口サイズにできちゃうんで、もうとにかく突っ込んでぶっ込んで、で調味料入れてピッてするだけばすれば、3、40分後にはスープできてるんで、野菜取るのすごい楽になります。うん、なので、もし、あとなんだろうな、僕ほとんどね、野菜スープぐらいしかね、ほとんど作んないんですけど、他にもなんかいろいろ、あと手羽元ね、スーパーで手羽元ってすごく安く売ってるんですけれど、どうやって調理すればいいんだろうって時に、これ使うと
あのお酢煮が簡単に作れます、うん、手羽元のお酢煮、角煮も簡単に作れるし、うん、僕はだいたいその食材適当に切ってで調味料入れてピッと押せばできるっていうやつしかほとんど作ってないんで、あとは無水のカレーも作れます、うん、トマトと野菜の、水分だけでカレー作るってこともできるんで、もし気になった方はそう、まあ結構大きめですけど炊飯器ぐらいの大きさなんで、あまり置く場所ないって方はあんまおすすめできないんですけれど、炊飯器1個置くスペースあってで料理時短したいっていう方にはおすすめできるかなっていうふうに思ってます。あと掃除洗うのがねちょっと手間っていうのはあるんだけど、これ圧力鍋の上の蓋なんですけれど、ここがパッキンになってるのね。でこのパッキンが匂いつきやすいんで、気になってきたらこれは別売りのやつで取り替えた方がいいんですけれど、いくらだったかな、1000円しないぐらいですね。これと洗って、あとここの上の蓋、上蓋ここが取れるようになってるんで、パカって取って、これも分解できるんで、これ洗ってこれ洗ってっていう感じですね。僕がその洗う中でちょっと気になる点があって、それがここが蓋ところがこの金なんだろう、アルミというか鉄になってるんですね。でここが外側なんですけれど、この隙間にね水が入るんですよ、洗った時に。でひっくり返してこうやって水切ると、この隙間からね水がポタポタ出てくるんですよね。でこれが洗う時に僕が唯一気になる点、うん、中がしっかり水が切れない、切れてるかどうか確認ができないっていうのが僕の中でちょっと気になる点なんですけれど、まあちゃんと乾燥させてあげれば大丈夫かなっていうふうには。ちゃんとね下に向けて、なんかこういうタオルかなんか下に引いてさ、こうやってやってあげればまあ大丈夫だと思うんで、それぐらいですね、なんか気になるところっていうのは。こうやってね買って結構経つんですけど、1年以上経つんですけれど、未だに使ってるんで、とても便利な料理器具だと思います。もし気になる方はやってみてください。野菜めっちゃうまくなります。うん、はい、というわけで引き続き僕はご飯を食べたいと思いますので、動画は一旦ここで、終わりにしたいと思います。圧力調理鍋でイカ飯作ってみましたでした。お付き合いいただきありがとうございました。ではでは。